プロ野球魂というわけでおはようございます。スッキリです。今日はね、2019-20のプロスピで使われていた各種コマンドが使えるのか検証というわけで、プロスピにはね、各種コマンドがねあるんですけど、それがね2019と2020でねもちろんねあったわけなんですけど、プロスピ2021でね使えるのかっていう検証をねしてみたいと思います。でね、今回検証するにあたって、参照したねサイトの URL はね、下の概要欄に載せとくので、ぜひね、ご確認していただけるとありがたいです。というわけで、じゃあまずはね、投手の各種コマンドからやっていきたいと思います。ではね、まずね、各種コマンドじゃなくて、投手の、小技というか、ちょっとした知識というものを、紹介したいと思います。実際ね、投手で、投球するときに、ボールをね、投げるときに、普通にボタンを押して投げると思うんですけど、方向キーじゃないね、R スティック、右側のスティックですね、それを上方向に押すか、球種のね、方向に長押しすると、全力という風になって、通常よりね、スタミナを多く消費して、もっとね、球威のね、高い球が投げれるようになります。またね、守備のね、シフト、守備のね、守り方を変えたいときは、L1 を押していただくと、選択画面が出てくるので、そこでね、自分のね、守備の指したい、シフトを、選択していただくと、よりね、守りやすくなるかなと思います。次に各種コマンドなんですが、ロジンパックを使うのと、投球モーションを変えるのは、今作もねできました。で、ロジンパックっていうのは右スティックを下長押し、R スティックですね、 R スティックを下長押しすると、ロジンパックをね投手が触ることができます。で、投球モーションをね変えたいときは L2 と四角を同時押しか、L2 を押してからね方向キーで、投球フォームのね選択っていうのがあるので、押していただくと投球モーションを変えることができます。次にね、打撃の各種コマンドについて、紹介したいと思います。選手のね固有の、ホームランのパフォーマンスとかは、検証してないんですけど、予告ホームランとね予告バントについては、検証してきました。予告ホームランについてはねできたんですけど、予告バントはね自分が検証した結果はねなんかできなかったんですけど、一応ボタンの、やり方だけ、紹介したいと思います。レフト方向に予告ホームランをしたい場合は L1 と R1 と十字キーの左側、センター方向にしたい場合は L1 と R1 と十字キーの上側、ライト方向に予告ホームランしたい場合は L1 と R1 と十字キー右を押していただくことによって予告ホームランをねすることができます。これは打席に入る前にやんなきゃいけなくて、打席に入るときに選手のね名前が出てくると思うんですけど、その名前がね出てくる前に押していただくことによって予告ホームランができるようになってます。予告バントがねできたよっていう方はね、ぜひねコメント欄で教えていただけると、幸いです。ではね、次に走塁のね各種コマンドについて紹介したいと思います。まずはね走塁の豆知識なんですけど、選手がね、走ってる時、走塁してる時に L1 と R1 もしくは L2 と R2 を交互にねガチャガチャガチャって、押すと、選手のね足が速くなります。右側の矢印でね選手がねどこ走ってるかっていうのが分かると思うんですけど、そこでね足がね速くなってる時は、めちゃくちゃねなんかオレンジ色に光って足が速くなってるって確認できると思います。で、豆知識2つ目は、四角と、走塁したい方向に、方向キーを、入力すると、自分がね指定した方向に、選手をね走塁させることができます。例えばね一塁と三塁に選手がいて、三塁の選手をねホームに行かしたい時は四角と、方向キー下を押すことによって、三塁のね選手
選手だけホームに移動させることができます。一塁の選手は全く動きません。ではね、次に隠しコマンドについて紹介したいんですけど、3つあって、ゲッツー崩しと、ホームのクロスプレーで、星の背中に回り込むと、ギャンブルスタートっていう、コマンドがあるんですけど、実際やってみたんですけど、違いがね、わかりませんでした。できてるのかもわかんないし、できてないのかも知らなかったです。なので、この3つはね、ボタンだけちょっとね、紹介したいと思います。最後にね、守備の隠しコマンドについて紹介したいと思います。守備の豆知識なんですけど、中継ボタンっていうのは R になっていて、R ボタンを押すことによって、例えばね、センターからホームに投げたいときに、他の選手に中継させてホームに投げることができます。ではね、隠しコマンドなんですけど、それはね、1つあって、スタンドにボールを投げれるコマンドになってます。これはね、2アウトで、外野フライをね、キャッチしたときに、発動するものとなっており、レフト方向にしたい場合は三角と四角、ライト方向にしたい場合は三角と丸でスタンドにボールを投げれることができます。これはね、2021でもできたので紹介してみました。ではね、今日はプロスピ2019-20 でできた隠しコマンドが、今作のね、プロスピ2021で使えるのかを、検証してみました。今作もね、ほとんどね、コマンドが同じだったので、前作からやってる方はね、もうやってると思うんですけど、今作からね、始めたよっていう方はね、ぜひね、これをやってみて、もっとね、プロスピを楽しんでもらえばいいかなと思います。他の隠しコマンドもね、プロスピ2021にはあるかもしれないので、もしね、見つけた方はね、ぜひね、コメント欄に、記入してくれると、ありがたいです。ではね、最後までご視聴いただきありがとうございました。ということで、チャンネル登録と高評価、本日もね、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあバイバイ。